三古城は日本の城の一つ、青森県三路郡三の平町場以内にある、通称、留ヶ崎城。三古城跡は三古町の市街地ほぼ中央に位置し、まぶ川と熊原川の侵食によって形成された、貸し段球場にある遠隔式山城である。両河川を天然の水堀とし、周囲から孤立した大地で、低地との飛行差は約九十メートルを測り、 規模は東北から西南方向に約1 5トル、北西から南東方向に約4 0 0ルである。近世の城絵図によると、城の中心に位置する大御門から東側は本丸をはじめとする城の主要部で大手門から本丸手前までは一門や重心の屋敷、北東側には直心たちの屋敷、そして城下の周りに、 その他の家臣たちが配置されている。現在は城山公園として整備され、昭和42年に復興天守が築かれ、温古館の名で歴史資料館となっている。平成元年には山陸に綱五門が復元された。伝承によると、領主、南部春政の大の天文8年に、聖樹時間が家臣の放火により消失、その後この地に築いたものと伝えられる。 同時代において、三湖南武士が勢力を拡大し続け、肥大化した組織の統制を図る根じろが必要となったため、登場へ今日移したとする見方もある。春政、春継が相次いで没すると、天正十年、田後信直が三湖南武士の家督を継ぎ三古城へ入城、信直の代へと変わる。天正十八年に小田原征伐へ参陣した信直は、 豊臣秀吉所領安土の五家城からなる衆院城が交付され、南部の部長は領内にある家中の上官の破棄を命ぜられ、また、家中の祭司は南部氏の異常下に集合を厳命されていることから、三古城が南部氏の居城となったと考えられる。天正19年九古一揆平定後、欧州市沖軍を率いた賀茂氏里らにより、三古城は、 金星上官のシンボルといえる石垣を持った城へと、不信される。その際に、本丸に山荘三階の五三階櫓が挙げられたと考えられている。官営10年に森岡城が巨城と定められて、三古城は五古城と呼ばれ、城代が預かる形となったが、石垣の補修や御掃除奉行が設置されるなど、藩主から管理をおろそかにしないように働きかけがなされている。 上京年間、上代が廃されて三古代館の支配となった。現在、九条門のうち、表門、絡め手門、代館書門が三古町指定有形文化財。ありがとうございます。